フランスの2日目です。自国でのストライキとウクライナでの戦争がフランス大統領を試す、エマニュエル・マクロンにとって正念場である。今日2日目ですね。マクロンは最低年金年齢を62歳から64歳に引き上げるという計画について国内での苦境を訴えている。フランス人は1980年に比べて10年近く長生きしており、隣国よりも長くデッキチェアに座っている時間が長い。改革がなければ年金制度は2030年までに年間140億ユーロ、約150億ドルの赤字に直面する。しかしマクロンは自分の改革が正しいものであるとフランス人を説得することに失敗した。昨年、有権者はマクロンが議会で過半数を占めることを否定した。現在労働組合は街頭でマクロンのプロジェクトを打ち負かそうとしている。この年金改革はフランスにとって必要だ。マクロンはこの改革が単なる会計上の手段ではなく、フランス人にもっと働いてもらうための幅広い取り組みの一部であることをもっとうまく説明する必要がある。失業率は直近の四半期で 7.2% となり、アメリカ、イギリスの約2倍となった。 5% という低水準になったのは1970代年代のことだ。また野党が主張する企業や富裕層への増税を伴うより良い解決策に挑む必要がある。それはフランスが最も必要としないものだ。マクロンの減税にもかかわらず、フランスはユーロ圏で最も高税率の経済である。したがってたとえ痛みを伴うストライキが長引いたとしても、大統領は引き下がるわけにはいかない。もしマクロンが3月26日の期限までに議会の支持を得られない場合でも改革を強行することは可能である。しかしそれは避けた方が良いだろう。左派の野党は議会の手続きを混乱させ、頓挫させることを何度も試みてきた。彼らはこの改革が違法であることを宣言するためならどんなチャンスでも掴み取るだろう。中道右派の野党も不名誉な振る舞いをし、1995年と2010年に自分たちも提案した改革を支持することに消極的である。この改革を支持しない言い訳はないということで、今日2日目ですね。で、結局年金年齢の引き上げについては反対してるんですけども、結局フランスは1980年から40年で寿命が10年伸びたんですね。で、今のままで2030年には150億ドルの赤字になるということを、まあ、フランス国民に説得する必要があるわけですね。今議会でも、負けちゃってるんですね。で、まあ、そういうことをフランス人に国民に理解してもらう。で、フランスは今現在 7.2% の失業率でアメリカ、イギリス2倍だけれども、もともとフランスの失業率は高いんですね。5% 台だったのはなんと1970年代なんですね。で、野党はその企業や富裕層にもっと増税しろと言うけど、まあどちらかというとそうでなくてもフランスは税率が高いんであんまり進められないというふうなことをここでは言ってますね。